ファルフェルファルフェルはアシュケナジムの小粒の卵麺である。ファルフル、ファーファルとも。名称は中古ドイツ語で麺を意味するファーフェルンに起源する。卵麺の生地をペレット状あるいはフレーク状に加工して作られ、茹でる前にいることがある。スープの浮き身としたり、茹でてから野菜などと炒めて、副菜として食べられる。クーゲルのようなキャセロール料理にすることもでき。 マカロニチーズ風に仕立てることもできる。アメリカ合衆国では、エッグバーディーの名称で販売されることがある。マッツァーファルフェルとは、マッツァーを、ファルフェル台に細かく砕いたもので、杉越期間中のファルフェルの代用品である。中東でよく食べられるヒヨコ豆やソラ豆の揚げ物、ファラフェルや、イタリアのファルファレというパスタとは、名前が似ているだけで無関係である。姉さん。 ジョーン、ジョーン姉さん、S11 種ホリデークックブック、ニューヨーク、召喚、ピアニッシモ、374から5、ISBN0805242171、ハット姉さん、ジョーン、11種、クッキングインアメリカ、ニューヨーク、クノーフ、ピアニッシモ、286から7。ありがとうございます。